でもう一個ねその、マニュアルフォーカスで撮るか、オートフォーカスで撮るかってよく言うじゃないですか。でね、あのマニュアルフォーカス、オートフォーカスの話って、露出の、そのマニュアル露出、オート露出、まあ、オートって絞り優先と、シャッタースピード優先とプログラム A の話なんだけどの、と同じで、マニュアルフォーカスも一つの道具なんですよ。つまりどういうことかっていうと、例えばね、物撮りをします。生物撮りね。例えば、花を撮るとか。 あのこう積み木を取るとか例えばですけどっていう時にオートフォーカスにしておくとオートフォーカスって毎回ピピピピってピント取らなきゃいけないじゃないですかそういう時はマニュアルフォーカスにして置いておけば要は距離が変わらない被写体であればマニュアルフォーカスの方が毎回ピントのことを考えるのまあ一応たまにチェックしますよ怖いからでも基本的には誰も触らなければテープとかで止めちゃうよね誰も触らなければピントっていうのは狂わないので 例えばその何百ショット撮るんでもマニュアルフォーカスのまんまで撮れちゃったりするんですよね。そうするとマニュアルフォーカスの方が楽ちんなんですよ。星を撮ると。星を撮るときは無限 A に合わせておけばそ、OK、こ無限 A ってあの8を横にしたマークね。にしておけばいいし。で、マニュアルフォーカスでしか撮れないものっていうの。例えばさっき言ったら暗くてあの暗いところで広角であの F 値が暗いとかそういうやつあるでしょ。開放 F 値があの大きい暗いレンズって。 そういう時の場合はマニュアルフォーカスじゃないと合わない場合があるのでもうその辺をもう根性で合わせるしかないですよね。なんで結局その今の時代はオートフォーカスだけで撮れない時の補う道具としてあとはオートフォーカスだと逆に不便な場合に MMF ですねマニュアルフォーカスっていうのを使うっていう考え方でやってるので慣れてくるとでもある意味どっちでもよくなっちゃいますね。例えばマクロ撮影とかするでしょ。 さっき使ったのはマクロレンズだけど、オートフォーカスに対応しているマクロレンズでも、ものすごい近接の撮影になってくると、だん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 こうピントってオートフォーカス使えなくなってくるじゃないですか。そういう時はもう、ある程度、あの距離で言うとね、20センチとか30センチぐらいかな。もう、被写体との距離が30センチを切ったら、レンズ先端からね、ワーキングディスタンスで、それを切ったらもう無理だなと思って、いつもマニュアルフォーカスにしちゃいます。あとは、こう、体で、体で前後して合わせるっていう考え方にしちゃった方が、 あのフォーカシングが楽になっていくと思うので結局距離があってればいい。これね多分ちょっとキー楽になりません、ね、結局距離があってればいいんで例えばあのワンショット AF にしてて AFS にしていて1メートル先の例えば子供にピント合わせたでしょ半押しでピピッて言ってで原理としては子どもがそうパパとかって3 0ンチ寄ってきたらパパは3 0ンチ後ろに下がればピント合い続けるはずなんですよ原理的には。 カメラから、カメラの、厳密に言うとカメラのフィルム面、センサー面からなんだけど、から1メートルっていう距離を、例えばメジャー、1メートルの棒を用意してもいいですけど、1メートルの棒を用意して、レンズを1メートルのとこに合わせておけば、永久にその1メートルのとこにピントが合い続けるんですよ。なので1メートル離して撮れば、そのいあの必ずピントがあった写真が撮れるんですね。だそういうふうに考えていった方が、 まあ、多分楽になるんじゃないかなと思うのでこれ意外と原理的なところってみんなパスするんですよピントを合わせましょうってそのピントを合わせるって何ですかっていう話に結構ね意外と後からなりがちなのでここ押さえちゃえば楽なんじゃないかなというふうに思っておりますはいあともう一つ大事な話でバリフォーカルと ズームレンズっていうキーワードがあるんですけどあのね映像の方で使うレンズの場合はズームレンズっていうと、えー、例えばピントを半押しでまあね本当のズームレンズって多分オートフォーカスないと思うんだけどまあマニュアルでピント合わせるでしょズームレンズ本当のズームレンズねピント合わせた後でズームをしたとしてもピントがずれないんですよ本当のズームレンズを。 でも皆さんが使ってる私も使っているスチル写真用のズームレンズいわゆるズームレンズっていうやつはあのー、正確にはバリフォーカルレンズって言ってその焦点距離がその連続的に変えられるレンズっていう意味なんですよそれってズームレンズ本当のズームレンズは違うんですよどういうことかっていうとピント合わせをした半押しでピント合わせをした後でズームをするとピントずれちゃうんですよ結構なので写真のその YouTube 見てても写真のピントの合わせ方っていう ね、初心者向けの動画あるじゃないですかああいうの見ててもそのず、えっとね、ズームインしてから半押しでピント合わせてそれからズームアウトして撮りましょうって言ってる人結構いるんですよ結構でもないか、まあ、たまに見るんですよそれってピントズレピントズレちゃうことがあるのでっていうか多分ズレるんですよ厳密に言うとでなんでズームインしてから半押しでピント合わせようってその人が言うかっていうとさっき言いましたねその望遠側にした方が被写界深度が薄くなるので ピで一応、まあ、合ってるかなあのカメラにとってピント合わせがしやすい条件になるのでそういう風にピントをあのズームインしてピント合わせしましょうっていう人がいるんですけども原理的には本物のズームレンズを使っていない限り ズーム幅が例えば便利リズームってあるじゃないですか旅行用みたいな18から200ミリとかそういうのあるでしょああいうやつを使ってて一番望遠の200ミリでピントを合わせてそっから一番ズームアウトした18ミリで撮ってるとちょっとピン,トずれあのピントがずれている可能性があるというかあ,のあんまりよくないのでやめた方がいいですはいこれでもうかなり皆さんピントマスターになってきたんじゃないかなと思いますけど あのレンズによってオートフォーカスの場合はねあのレンズによってピントを合わせる性能オートフォーカスのスピードが速いやつ遅いやつってあるしカメラのボディによっても速いやつ遅いやつあるし正確かどうかとかいろいろその性能によってもあるのでざっくり言うと一眼レフフはオートフォートォカスが速いですでも速い代わりに正確かどうかはきちんとメンテナンスをしたボディとレンズであるかどうかに依存します。 結構そのだからね僕ミラーレスに移行したのはかなり僕ピントうるさいんですよ、まあ、みんなプロはそうなんですけど僕の場合はあの,その一眼レフの場合ってさっき言った通りセンサー、えー、撮影するセンサーと、えー、オートフォーカスをするセンサーが別についてるんです本当別のセンサーになってるんですよ物理的になのでオートフォーカス用のセンサーさんだけが来るっていってピント合ってるよ合ってるよって言ってもそれで撮るとピントが合ってない場合っていうのがあるんですよ 結構怖いんですよ。それが。あの、前、一眼レフの時によくあったんで、厳密にやっていくとね、その、あってないなっていうのがよくあったので。あともう一個怖いのはね、一眼レフの場合って、えっ、ー、と、レンズがガチャって,っての、カメラ横から見たとするでしょで、レンズがガッチャンってくっつけた、ここがこう、フランジ面だとすると、この後にミラーボックスがありますよね。で、ミラーボックスから上に跳ね、跳ね返して光を。で、ペンタプリズム行ってファインダーから見るんだけど、そのペンタプリズムに行く手前に、えっ、ー、と、ファインダーガラスって言うんだっけな。あのー、 えな何スクリーンフォーカシングスクリーンかっていうやつがあってですねガラスの板がここに入ってるんですよでそれがちょっと取り付けが甘くてずれてたりとかしてするともうピントが合っていてもオートフォーカスセンサーさんが OK って言って実際にピントが合っていてもファインダーから見た時にピントがずれているように見えることがあるんですよ。 でキヤノンのまあメーカー出しちゃいますけど実際あったことなんでキャノンのメンテナンスに出してフォーカシングスクリーンがずれて帰ってきたことがあってもういっぺん入院っていうことになったことがあるんですね。 そういうこともあるので、その実際や合っているかどうかと、カメラさんが OK って言うかどうかとかっていうのが、なかなかこう嫌になるぐらい原因追求して、まあ、そのおかげでノウハウは得られましたけど、そうやってネチネチやっていかなきゃいけないのが結構しんどいんですよ。で使っていくとピントオートフォーカスってずれていくし、あとはあれですね、あの強い衝撃をカメラに与えると結構ずれるんですよ。なかなかの勢いでずれるんですよ。 であとズームレンズを使う場合はズームレンズの望遠側と広角側でどっちでもいいですけど望遠側と広角側でそのピントの位置がずれたりするんですよするんですよなのでその辺がなかなか恐ろしいので僕の場合でも最近ミラーレス一眼を使ってるっていうのはミラーレスなんだけどまあまあ結構オートフォーカスは速くなってきたっていうのともともとコントラスト AF っていうのを採用していてコントラスト AF っていうのは 撮影するセンサーでその撮影する対象を見てコンピューターが判断して一番キリッとした時にあコントラストが高いこれはピントが合っているって判断してピピッオッケーだよっていうサインを出すんですよ。それがコントラスト A よね。なのでそれってもうそのまま撮ればいいでしょだからもうずれがないんですよ。早、ね、いものを撮るとか いう時には位相差分式、一眼レフ式のセンサーの方がまだ全然、全然でもないんだけども、も、まあ、まだちょっと勝ってますね、あの実際に使ってみると。なので、あのこの間のなんかのニュースで、次回のオリンピックも多分一眼レフが優勢だろうって言われて、ど,どっかの人がそうやって言ってましたけど、僕、まあ、ね、その4年後、え2020年だから4年ないのか、あと3年後の東京オリンピックの時にもまだ一眼レフじゃないかなと思うんだけど、 その次どうななるかかはまだ分かんないですねあのひょっとしたらミラーレスの方ですごい技術革新が起きるかもしれません。はい、なのでそういうふうにそのカ,メラのカメラによってレンズによってあとそれぞれの,その方式にもよるしカメラの,そのグレードっていうんですかねそのどれぐらいオートフォーカスを早く駆動させるられるいいセンサーがオートフォーカスセンサーがついてるかとかにもよってくるのでどっちがいいというのは今一概に言えない状況になってきましたが。 まあ突き詰めて言うと早いのは位相差分式一眼レフ。で正確なのも,もうきちきちね遅くてもいいけどかっちり正確にっていうんだったらコントラスト AF の方が今んところはいいんじゃないかコントラスト AF ね言えてなかったですけど。っていうふうに思いますのでその辺も参考になるといいかなと思っております。 でですよ今日ね話長いですねあのすでに何分経ってるかわかんないですけど今日あの冒頭にお話しした通りその写真がシャープに映らないからみんな悩んでるんですよね。 で、まず、今お話ししていた通りの、ピント合わせがきっちり条件にのっとって、例えばその、暗いとオートフォーカスが合いにくいから、もう諦めようじゃないですからね。その、暗いからオートフォーカスが合いにくいだろうなって予想して、じゃあ正確にやるようにちょっと注意しながら撮ってみようが正解なので。で、やってピントを合わせました、撮りました。でも、ピントが合っているはずなんだけど、おかしいな、ピントが合ってないように見えるっていう時は、条件がいくつかあるんですね。まず、ピントが本当に合っていない場合。 まあこれがね一番よくあるんだけどこれは要,要はそのカメラとレンズに言うことを聞かせられていない手なずけていないっていことなんだけどほんましょうがないですこれはねあの頑張って訓練するしかないですピントは合ってるとかなんとなく合ってるよねとかってのなくてもう合ってるか合ってないかしかないので自分が望んだとこにカチッと来てるかどうか来てなかったらピント合ってないですよねでピントが合ってないように見えるっていう時に本当にピントが合ってない場合とあとはブレの場合があるんですよブレもカメラブレ手ブレ ですよね、あとは被写体ぶれ被写体が動いちゃったあとはねもう一個あるのはねレンズの性能が限界にきていてあの絞ろうがピントどれだけ頑張って合わせようがモヤモヤンとしててピントが合ってるように見えないっていうレンズもあるんですよなのでその4つの中の条件をどれかなーって探っていくと結局はシャープな写真が撮れるようになっていくんですね全部の可能性を一個一個殺していけばいいので。つまりピント合わせ あのオートフォーカスでピントがちゃんと合っていないなって思うんだったらオートフォーカスいっぺんやめてみる三脚を使ってみる、まあ、風景でもねあの近いものの方がシビアなので例えばまあ部屋の中でもいいですよ部屋の中に何かこう毛のもしゃもしゃしたものとかすっごいまつげがパッチリした人とかですねそういうのを置いてそれに向かって三脚にセットしたカメラで1枚写真撮るんだけどまずそのあれですよねピントをきっちりマニュアルフォーカスで合わせる。 ね、で合わせてみてよしこれでもうピント合っているはず次にカメラブレを抑えるカメラブレはカメラブレはあの手ブレねっていうのはまあ三脚にセットして速いシャッタースピードを使えばもう両方の意味でバッチリでしょで OK で次に被写体ブレを起きないように被写体ブレもシャッタースピードが速いか被写体が動かなければいいですよねだからまあある意味あの生物だったらいいわけですよキウイとかでもいいですよ何でもいいですよ動かなければでやってそこまで条件を整えて初めて どれだけそのレンズののの性能ががいいくないいかかっていうのが分かるんですよもちろんねレンズも距離によって得意不得意っていうのがあのね高いレンズほどその不得意なところをどん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 削り落とすように頑張って設計していい部材突っ込んでるので大体いいどこでもオールマイティにってあるんだけど,、まあ、かなりど,ど弱点までてありますけどね。ただかなり弱点は見えないぐらい頑張るんで最近のレンズって。 あれではあるんですけども安いレンズ古いレンズの場合は必ず弱点があったりそもそもあるんですよあとあの肩ボケって言ってねあの画面の片方だけボケちゃうブレちゃう流れちゃうっていうのもよくあるのででもそういう風に今言った通り、そりシャープに映らない条件を排除していくことによってその残りのどれかの可能性ってわかるでしょ なんでそういうふうに突き詰めてやっていくとあの自分の使っている機材の限界もよくわかるしその、ね、どういうふうにあの取れば安全なのかっていうのもその自分の中でナレッジが積み上がっていくのでぜひそういうテストも皆さんしてみるといいんじゃないかなとまあもちろん別にあのテストチャートっつっていわゆるこう何て言うんですか。 あの表を取るようなそういうことをやんなくても別にいいですよ、僕もそういうことはやんないですね、滅多にあの普段撮ってる遊びの写真の撮影の中でそういうのを入れていったりとかすると、あこれはこういうカメラでレンズなんだなとかって、また面白みが、ね、違う面白みが出てくると思うので、ぜひ試してみてもらうといいんじゃないかなというふうに思っております。 というわけで、今日はピントを合わせ、あとはシャープな写真を撮る方法ですね。また、あの、今度皆さんの,ねその初級、中級、上級、今日はごっちゃにしちゃった話になってるんですけども、それぞれのクラスに応じて、あの、やり方がいろいろありますからね。またぜひその、そのあたりも、喋ってないですけど <laughs>、そのあたりも、あの、お話できればいいなというふうに思っております。それではまた。